はい、というわけでどうもこんにちは、レンです。いや1週間ぶりぐらいかね、だいたいちょっと結構時間が空いちゃって、途中ねエペとかそこら辺やろうかなと思いつつ時間が取れなかったんでできなかったんですけど、はい、というわけで、全ゼロやっていこうかなというふうに思います。前回ねいろいろあって、2時間ちょっとぐらいしかねできなかったんですが、今回ねちょっとある程度まで進めたいなって感じで思ってます。はい、3時ぐらいまでとか全然できそうだから、うん、まあ4時間ぐらいかな、進められるだけ進めてみようと思います。まだねあれね、多分プロローグ的な感じなんだろうね。まだ一章とかそういう障子がなかったはずだから、まあまあどこまでいけるかって感じでやっていこうかなというふうに思います。はい、でちょっと待ってくださいね、ちょっと音量入ってるか確認します。はい、入ってました。はい、というわけでやっていこうかなというふうに思います。まあね、この音量確認するのね、ちゃんとやっとかないとね、今まで何回音量ゲーム音が入ってなかったとかね、そういうミスをやりまくってたからさ。原神でもね、スメイルの時のちょうどマジ任務の時に音量入ってないみたいな、ゲーム音入ってない、無音でしたみたいなことがあったから、ね、何回か3回ぐらい やらかしてるからさ、ちょっと怖いんだよね。っていうわけでやっていこうと思うんですが、X の方でもねちょっとつぶやいたりしてたんだけど、自分で前回、配信でストーリー進めてたわけなんですけど、気づかなかったんだよね。原神とかそこら辺で基本アジアがデフォルトだったから何も見ずにそのまま入っちゃってたんだけど、ツイッチとさ、その紐付けこれできるらしくて、ああ、しとかないとなと思って、ドロップとかあるからと思って、しようと思ったんだよね。で、まず、ゼンゼロの、まあ、こういう場のね、アカウントで入って、ゼンゼロのサーバー選択してっていうので、いつも通りアジア選択したらね、何も出ないんだよね、キャラクターネームが。あれ？おかしいなと思って、順番に別の、ね、サーバー変えていったら、ヨーロッパになって、出てきて、あれ？ヨーロッパサーバーになってんだけどと思って、ゲームの方を見てみたらヨーロッパサーバーだったっていう感じでね。まあ店の中でちょっと落が起きてたりとかしてたのも多分それが原因だろうなっていうことで、はい分かったわけで、あの後ねちょっと時間を作って、まあ配信の時はねそのストーリーゆっくり読みながらとか
話しながら、まあ2時間ぐらいかけてやったんだけど、まあ大体知って、まあその配信やった部分は分かってるわけだからっていうので全部スキップした状態で、アジアサーバーでね、とりあえず配信終わったところら辺まで進めました。で、確かね配信の方じゃ、2階に行って休むみたいなところで終わってたんだけど、あのあとなんかストーリーの方が一段落してなんか街探索みたいな感じになったところでまで自分ちょっと進めてたんで、はい、でビリーとなんか会うみたいなところで会ったらなんかボイスが入ってたんで、あ、ここストーリーっぽいなと思ってそこで止めてますってことで、そこから進むって感じでやっていこうかなと思います。というわけでビリーに会いましょう。1週間ぶり。そう、ボイスが入ってるとちょっとストーリーに関係ありそうだなってところで、そうスキップのところとかもね、なんかストーリーに関係ありますよみたいな感じで言ってたから、やっとって数分っていうか1週間ぐらいしかたったけど、まだ数分しか経ってないじゃん。数分どころじゃないけど。確かにそうだけどよ、ゲーセンから楽しそうな音が聞こえてくんだって。ゲーセンね、さっき言ってねえや、ここで音を食らってんのがどれだけ辛いか分かるだろ。基本遊びで外に出なくなっちゃったからさ、基本もうなんか休みの日は家に引きこもってゲームみたいな、なんか、うん、引きこもり生活を満喫してる、ずっと引きこもっていたいぐらいでも。ところで聞いたか店長、ゴッドフィンガーのリニューアルオープンで新作が2台も導入されたらしいぞ。はいはい。そのうちスネークデュエルってゲームにはスネークデュエル2対2のチーム対戦モードがあるんだってよ。はいはい。なら俺と組んで、なるほどね、他のプレイヤーと対戦してみねえか。もう散々フォローで組んできたじゃん、そろそろ飽きてもいい頃じゃない。そんなわけあるかよ、店長は頼れるってだけじゃなくゲームの腕前も相当なもんだからな。あ、そうなんだ。背中を託せるチームメイトがいて初めて俺様の真の実力ってやつが発揮できるんだ。まあね、この文字なんだろうなと思って今日調べたんだよね。調べたらなんか読み方はなんか書いてたような気がしなくもないけどわかんねえけど、なんかニュアンスがなんか超天才みたいな感じのニュアンスらしくて、まあ、うん、書いてるだけあって、まあそれはまあね、なんだ、伝説のプロ棋士みたいな感じに言われてたもんね。まあ、伝説になるぐらいだからそりゃ天才なのかもしれないね。何でもできるって感じなのか。そこまで言っといて、ゲームもできて足手まといって僕ならいらないからね。何でもできて有能すぎて。その心配はね、店長が来る前にドアの隙間から、まあ、基本的に主人公って何かしらの力があったり有能だったりするからさ。もう頭の中に戦術はできてるぜ。原神だったらね、複数原作やってるみたいな感じになるし、早速と通しようぜ、店長。ね、今日は混んでるし、やべえもん、海外にいても全然平気だったり、サードに至ってはもうなんかやばいっていう。主人公ポジの3人全員覚醒してやばいことになるみたいな感じだったもんね。はい、ゴッドフィンガーが、はい、悩みなんて、ゴッドフィンガーってさ、なんかなかった、ゴッドフィンガーで楽しむとえ、ゴッドじゃなくてなんだろう、フィンガーなんなんだろうな、デコピンみたいなジャンルのやつ、なんかこう手のひらつけて中指引っ張ってパーンやるやつ、なんかフィンガーなんキャラってなかった、まあ、フィンガーって指だけど確か合ってるよね。ゲーム遊べるんだ、はい、スネークデュエル、へえ、いろいろあるね、遊べるのかな、まあ、とりあえずこれかな。120秒のチーム対抗戦に参加しよう、バッキングされたチームメイトとタッグを組んで相手チームの敵タッグと勝負、はい、やられた雇用後に復活する。なんかこのゲーム見たことあるな。このゲーム見たことあるな。なんか似たゲームあるよね、やったことないけどさ、なんか YouTube とかで上がってるの見たことある、あるね。体が敵の体に、頭が敵の体に当たったら死ぬみたいになってね、逆に自分の体を敵の頭に当たるようにやるっていう感じで、結構なんだろう、そのつぶつぶとっていったら成長していくっていう感じなんですよね。ブーストボタンを失敗しにするとスネークの中さが削れていく、おお、削れていく。試合終了時にトータルスネークより長い方のチームが勝利。なるほど、マッキング、マッキングします。
あなるほど、それ自滅するって感じね。なるほどなるほど。むずいね、これ。あっ、なんかめっちゃ仲良くなってるな。足引っ張りまくって味方が強すぎ。こうやって味方とか殺せんのかな。味方に殺されたらいや、めっちゃ長くなってるよ。味方ぶっ殺しちゃった。なるほどね。あと30秒。なんか当たったらやばそうな爆弾があるな。やばかった、今出れなくなったところだった。やばい。やばい。終了間際に味方殺して自分も死んじゃったよ。やばいやばいやばい。負けた負けた。勝たないと終われないパターンこれ。真面目にやろう。だいたい一回やったから。自滅。危なやばい。あみんな死んでいく。むずいねこれ。黙っちゃうわ。でも楽しい。むずいけどこういう系って楽しいよね。いいところだった。やばい、味方からやられた。やばいやばいやばい。生き残れ。危なーい危なーい危なかった。でもこれ勝ったな。イエーイ、ナイス。勝ってったぜ。これでいいの？一回やって戻ればいい感じ。あ、気分ないと。めっちゃもらえるやん。めっちゃくれるやん、今回。何でももらえるけん、ガチャ石。ガチャ石っていうか、なんていうか。もう帰るん？うちも早帰りたいわ。なんか猫が遊びに来たわ。なんかいたずらされそうで怖い。配信急に来られるとね、なんかねいたずらされそうでほんと怖いんだよね。なんかちょっとやめてやめて、すっかりやめてやめて。危ない危ない、物落とされるところだった。
はい、猫利用しそうに去っていった。また会えるだろうな、ちょっと待って、そこに何回も登らないね。バイバイ。じゃあまた戻る感じね。はい、お休みの時間だ。ただいま。ソファ変だ、ただのソファーがどうしてこんなに魅力的に見えるんだろう。本能に従えることは。気持ちよく休んで頭もすっきりし、はいはい。なんだ、連絡が来た。羊飼い、現在招待制にて一部会員様にのみサービスを提供しております。オペレーターによるカスタマーサービスをご希望の場合は一応すか、またはオペレーターと返信をします。誰だ、いつもの場所ってどこだよ誰かわかんない人から連絡して、いつもの場所って言われたらいいんだけど、どこですか。ウィンティーより難しいぞ。まあでも同じ感じかもしんないな。あいつもなんか、うん、よくわかんないこと言ってから。これが羊かい、モブっぽい顔だな、ちょっと失礼か。はあ、やや難しい依頼。ウィンウィンね。本当にウィンウィンなのかどうか。じゃあ、はい、依頼を達成しようということで、じゃあ行きますかね。あ、ただの少々さんいらっしゃい。ちょっとね、ゼレゼロやってます。さあ。受験されてない変更リクエストを検出、侵入対策を起動しました。強制削除開始。なんかバグってんな。はいはい、そうね、なんか前回なんだっけ名前がわかんねえ、なんかなんだったかな、3型総準式修正汎用人工知能って言ってた。まあ、フェアリーがどうのこうのみたいな、なんか新しいの出てきて、ってところで終わってたもんね。はいはい。新たな依頼申請を検出。なるほどね。あー、コード噛まないで。やばい。こんなんで大丈夫なのかな。はい、じゃあ、行きますかね。で、そうそう、もうアカウントが気が良いなもんだからさ、キャラも変えようぜ。 S ランクいるからさ、 S ランクいようぜ。じゃあトヤにかかれば万事解決。こんなんでいいんじゃない。賢い選択ね。でチャレンジモードをオンにしよう、うん、さあ行きますか、やりましょう。確かね、なんかその原神でいう樹脂的な感じのやつがあったんだけど、それ使うにはなんか一生の途中まで進めないといけないらしいので、ちょっと今日は一生のそこまで行って、その樹脂とか消費できるようにしようと考えてます。はい、要救助者の位置を速やかに特定すべく、はいはい、ルートの再構築を補佐します。残り要救助者数3人か、3人もいるのか。なんか浮きの猫がイヤホンのコードをじっと見つめてるんだけど、ちょっとやめてね。かわいいけどやめてね、ちょっと。このイヤホンが今予備なんだ。前回のイヤホンコード君にやられてからまだ買い替えてないんだ。ごめんね。マジで。これやられたらマジでやば。はい。探索ルートの情報を更新しました。更新しました。なんかいっぱいあるね。
要救助者の位置を特定しました。これね、はいはい、ここも測定結果によると要救助者の所在地に危険があります。それをぶっ殺すって言ったらあれ倒さないといけない感じなのかな。はい、タッキーでもいけるんだね。あ、起きちゃった。なんだこれは。ネームプレートを照合、命令を受け、はいはいはい、救助に来ていた調査協会の調査員です。調査員、注意して、はい、調査員から提供されたキャロットのデータを受領。キャロットのデータを受領。ルートの解析を開始します。探索情報を更新しました。なるほど、いろいろ使えるね。近くのフォローデータをスキャンしよう。 OK。 新たな探索エリアを表示します。だからこうやって徐々に増やしていく感じ、ね、探索ルートの情報を更新。でこれでまた元に戻る感じか。上層エリアをご確認ください。これで上に戻れるぞと。今、まあ、戻れたから、これ何？特に何もなかった。離脱ポイントだ。救助対象を見つけたら連れてこい。こいつをボコすと。さあ戦うぜ。新しいね、 S ランクのキャラまだ使えてないからさ、どんな感じなのか全然わかんない。けど強そう。サイバーパンク系のね武器使っているのがすごく好きだよ。今までそういうね、サイバーパンク系の武器とかめっちゃ好きなのにもかかわらず、そういう系のゲームを一切してこなかったからさ、悪い道にいいんだよね。やばい、このさ速さがいいよ。このトントンいける感じ。しかもさ、あんまり考えなくていいじゃん。原神みたいにさ、こう元素をさ、こう元素反応を起こすために、こうこの元素やったらこっちの元素やるみたいな感じでさ、こっち結構簡単にできるから。あー、これなんかよくわかんないやつだ。結構気楽で、あんま何も考えずにできるからいいよ。なんか見ることねえようなやつだって。こんなやつ、はい、準備完了。光栄に思いなさい。ターゲットロックオン。はい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 、気持ちいいねこれ。ほんと OK、 終わり。はい、さあこれで要求助者を、要求助者の所在地、社員番号、はいはい、1592380、バイタル興奮、侵食深度なし。あー、まあ興奮するよな。対象を落ち着かせる必要があります。まあ侵食なくてよかった。推奨平手打ち。叩けと。おい落ち着け、パーンってやれってこと。やろうぜ。結構強めにやったのかな。ボンプにぶたれたのは初めてだぜ。すまん、すぐフォローから出る。そこで行くきと、はい、でここで収束して、もう一回降りればいいのかな。降りますと。で、前方に地の調査協会が公表しているデータによると、当該グループによる詐欺被害は年々、どうだな、ねじってみよう。おお、優秀だねフェアリー。探索情報を更新しました。お、出た。でこれでフォローレイダーが教えてくれた場所に行ってみよう。もう一個の方に行ける感じかな、これで。さあレッツラゴー。ほうほうほう、うん、HDD では検出されていない。隠しレギュラー的な感じだね。ここでもフォローデータをスキャンできるのか。
お、出た出た。新たな探索エリアを表示します。お、繋がった。これで行けるようになったね。探索ルートの情報を、このキャロットのデータを使ってみよう。ここはなんだ、もう一個の方かな。新たな探索エリアを表示します。繋がりました。これで OK と。じゃあこれで上に戻ればいい感じね。新たな探索ルートを検出、上層エリアをご確認ください。ああ、こうやって下がるわけね。じゃあこいつをボコすと。戦うの本当楽しいよねこれ、マジで。なんだろう、なんかさ、これ結構さ、戦闘の速さがさ、速いじゃん。デスタレに至ってはさ、奉仕できるわけじゃん。だからさ、なんだろう、だんだん楽になってきてる。原神を着てさ、デイリーとかそこら辺で結構そこそこ時間取れるじゃん。まあ10分ぐらいかな、時間取れる。デスタレを奉仕できて、これはさらに戦闘スピードが速いっていうか、ガチで楽だわ。時間ない人でもおすすめかもしれない。そう考えると、まあ自分現在進行形で時間ねえんだけどさ、ほんとなんで1日で24時間しかねえんだろうと思って。倍ぐらい時間あってもいいかもしれない。1日48時間あって、うち24時間ぐらい夜みたいなぐらいだったら、夜の時間が長いからそこでゲームいっぱいできるじゃんみたいな。でまあ昼の時間はね、昼の時間でまあ1日と変わんないぐらいしかないから、まあなんだろう、仕事とかもそんな時間ないだろうみたいな考えちゃう。救助者の所在地に到達しました。なんでだろう、社員番号1686389、バイタル正常、侵食深度軽度、速やかにフォローから離脱する必要があります。やっぱそうだね、軽度か。まあまあまあ、要救助者が安全なエリアに移動しました。侵食され尽くしたら、なんか例のね、なんかストーリー始まって一番最初に出てきたやつがなんかなったみたいな感じになるわけよね。なんかボンスターになるわけよね。侵食駅とかあると、侵食駅みたいな感じになっちゃって、これか、 HP を失う。やばね、そこを避けていけばいいわけ。要救助者の所在地に到達しました。戦いなかったね最後は。社員番号やばい1586305、バイタル昏睡、昏睡してるやん。侵食深度普通、普通が早めに治療を施すことをおすすめします。やばいね。でも要救助者が安全なエリアに移動しました。救助を続行してください。全員無事に見つかったね。離脱しよう。さて離脱しよう。分かったぜ。これ離脱しようって何マスか動いたら、後ろがなんかモンスターが追ってくる感じじゃねえのこれ。絶対そういう感じだと思うよ。というわけでとっとと離脱しよう。全ての要救助者の何もならなかったわ依頼を達成しました。安全に出れるわ。あ、出よう。長いのしたくない。よし、いいね、楽しい。マジこの1週間だってさ、全ゼロゼロやりてえなーと思いつつできなかったからさ、もう女子使う方法も解放されてないからさ、ほらストーリー以外で戦うことができねえのまだ戦闘楽しいからやりてえのにできねえっていう状態になってたからさ。まずは状況を説明してくれる？ああ、このゴミ袋のこと。ゴミ袋。中身は廃棄されたボンプの信号発信機だよ。ボンプ信号発信機。これだけあれば小型の信号遮断機数台分の働きが見込める。これでようやく千里眼かつ地獄耳の人工知能フェアリーに内緒で話ができる。内緒に話、はい、彼女について地獄耳なんだあいつ一度二人で話し合う必要があると思うんだなるほどね。
新入りの悪口を言う展開。え、これってよくある新入りの悪口を言う展開。いぶきが始まる。なんかワクワクしてきた。ワクワクすんな。楽観的なのはいいけど、この話題に関しては慎重にね。フェアリーがプロ棋士の活動に関わるようになってからしばらく経つけど、近頃の君のフォロー脱出ルートは全て彼女一人で導き出したものだ。なるほどね。まあ、例のハッカーが言ってた通り、なんか自由にフォローから出入りできるよみたいなことになってるわけね。君も気づいているだろうけど、彼女はローカルデータに一切頼らない。何のサポートもないのに、以前の僕たちより270倍も早くルートを算出してる。270倍そんなに早いんだ。彼女はフォローのデータを瞬時に取得できる。瞬時に取得。以前全都市 80% 以上の知能設備にアクセスできる権限を持っている。アクセスできる。えぐい。どうやら本当に。えぐいの人来ちゃったよ。でもさ、前回ストーリーでさ、なんか謎の集団みたいなのがさ、そのちょろっと映し出されてさ、言われてたけどさ、あの会話から察するにさ、このフェアリー的なこの人工知能が複数体いるって感じに見えたよね。だから、だってフェアリーが3型操縦式ホニャラがカニャラみたいな感じだね。いや3型だから、だから1型とか2型とか、ワンチャンありそうだよね、そういう系。だからそれを集めていくっていう感じの話になるのか、どうなんだろう。まだね、原神とかスタレとかサードみたいに、そのストーリーのその終着点ゴールがわかんないんだよね、まだ今のところ。まだわかんない状態でやってるから、どういう感じの流れでいくのかがまだわかんないんだよね。原神だったらさ、兄弟探す、スタレだったら謎を解き明かすみたいな感じになるけど、こっちは今のところ人助けしかしてないからさ、せいぜいフォローの一角しか見えてどういうストーリーになるのかまだわかんない。それが今や彼女のおかげで、だからワンキャンもしかしたらこのフェアリー的な人工知能の他のも探して、まあ集めていく的な感じになるのかな。そうね、パイトーンのアカウントはなくなっちゃった。そうだね、パイトーンのアカウントはなくなっちゃった。プロ棋士の腕前は分かったけど、パイトーンのアカウントをなくした代わりにこのフェアリーが来たようなもんだから、まあまあまあ、もちろんそれも大事なことだけど、フェアリーも謎が多いしね。今はフェアリーがもたらすリスクの話をしたいんだ。彼女は新エリートの上位勢力が夢にまで見た力を持っている。ね、だからハッカーがいけたように、とても僕たちの手には負えない。まあ、ああいう系統の狙ってるやつがいるだろうっていうのもあるし、それと彼女は半ば強制的に君と主従関係を結ばせたんだ。規約に乗っ取り、規約がわかんないけどね。規約に乗っ取り、規約の内容知らんまんまにとりあえず契約した感じだもんね。なんかよし、ゲームやろう、規約出た、あー読むのめんどくさいからもうスキップしようみたいな読んでないけど読んだことにしようみたいな、そんな感じで、なんかもう何も知らないのになんか規約に同意するみたいな感じになっちゃってるからやばいよね。具体的なことは一切口にしなかったよね。これにも裏がある気がするんだ。まあまだフェアリーが完全にね、自分たちの仲間っていうかついてくれたとは限らないもんね。まあついてたとしても作った人がバックドア的なの残してるとかもありそうだもんね。なんか情報抜き取れるとかありそう。だけどフェアリーの力をうまく利用できたら、ずっと調べてきた。フェアリーでもさ 80% でしょ、アクセス権。だから90% アクセス権あるやつとかもいそうだよね。かもしれないな。とにかく何とかしてフェアリーの正体を突き止めないと。とはいえ急いでも仕方がない。フェアリーに関してはフォローに関してさ、焦らず地道に調査しよう。出口とかさ、幸い彼女の隠蔽能力はそれなりに高いんだ。そこでだってハッカーの剣の今までのさ270倍だっけよね、ルートを算出してるってわけだから、もうフォローに関して詳しいっていう面でフォロー由来のものだったりとかするのかな。フェアリーとは一旦平和に共存しよう。まあ、とりあえず考えるのは置いといて、とりあえず進めよう。平和にと言っても時々彼女は考えまくっても今の段階じゃまだわかんねえや。何はともあれ、でも気になりすぎるんだよ な考えてしまうわ。以前ジャトヤにもフェアリーの調査を頼んでいたけど、それがこれといった進展はないみたいだ。ジャトヤは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから関係者とは一切会っていない。そうよね、
ニコは関ヶ組を糸口に手がかりを探すと言ってたけど、それきり音沙汰がないんだ。大丈夫かな、捕まってたりしないかな。どうも当てにならない気がするな。せめて面倒ごとに巻き込まれてないといいんだが。フェアリーってさ、妖精って意味だったね、確か。他のコードネームとかもなんか意味ありそうね、そこら辺も分かれば。原神もね、神の名前が悪魔の名前っていうのであったけど、こっちは妖精って名前だもんね。妖精っていう意味だもんね、フェアリーって。妖精の、なんだろう、例えば水の精霊の名前ですよっていうわけじゃないじゃん。妖精って単体だからさ、なんだろうな。もしかしたらトップなのかもしれないけどね、このフェアリーが。大事は生地より怒ると言うけど、彼女たちはさらに大事を教授にしちゃうからな。さて、それフラグじゃない？大丈夫？話せたし、フラグな気がするな、そういうの。リンも最近インターネットの新アカウントの名声上げだったり、ビデオ屋の経営だったりで、あまり休めてないだろ。1週間何もやってないから全然できると思う。今日はテレビでも見てリラックスしようか。大丈夫？なんかストーリー始まってすぐもなんかテレビ見てたらなんかニュースがあってみたいな感じだったからさ、よしテレビ見ようと思ったらなんかまた事件に巻き込まれるとかありそうだよ。絶対巻き込まれるって。はい、見ようかな。そうね、なんか市政選挙とかなんかいろいろあったね、話が。もうね、なんかついこの前ね、この前とかは本当2日とか3日前かな、都知事選がねあったから、なんか他人事には思えないよね、なんかこういう近場であったことみたいな。原神の時もあるよね、確か。稲妻が確かリリースされた時ってコロナで日本なんか空港封鎖みたいな感じで、なんか鎖国みたいな感じになってたから、なんかなんかうん合うねみたいな感じがあるよね。たまにこういう風に被るのを見ると、あー、はい、選挙が近づくにつれ、待望の民生プロジェクト旧都地下鉄の改修が本格的に動き出しました。地下鉄の改札口みたいなのあったよね、向こうに店の横に。コーポレーションの代表にインタビューする機会をいただき光栄です、チャールズ・パールマンさん。チャールズ・パールマン、はいはい。本日中に旧都付近の工事エリア、通称干ばつ通りで爆破解体が行われるそうですね。工事の全体的な流れを簡単にご説明いただけますでしょうか。若者よ、良い質問だ。旧都陥落後、崩壊した地下鉄路線は新エリートの交通と発展を阻む大きな問題となった、はいはい、この問題を解決するには壊れた古い地下鉄の残骸を完全に除去した上で新しい地下鉄を作らねばならん。なるほど。そこで爆破解体を行うべく、我が社は採算を度外視し、高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。やばそう。なるほど。引火処理して大丈夫かな。干ばつ通りと都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。ごもっとも。しかし我が社には文字通りビジョンがあるのだ。その点についても織り込み済みである。このデジタルマップを見たまえ。いまだにね、この世界でのマップっていうのがまだちゃんと出てないからさ。我々は現在デッドエンドホロー入り口に設けられた爆破解体本部にいる、はいはい、マップ上の赤い箇所が工事における爆破エリアだ。新エリートと爆破エリアをつなぐトンネルは強制ホローであるデッドエンドホローの存在により完全にホローに飲み込まれている。幸い一部ではあるが、デッドエンドホロー内にはまだ使える路線が残っている。使える路線が残ってる。よって我が社は爆薬を特製の列車に積み、ホロー経由で輸送することにした。そしてエーテリアスを回避するために最新の注意と工夫を重ね、爆薬の大部分を爆破エリアへ輸送することに成功したのである。安心したまえ。特別な起爆装置や外部からの強力な干渉がない限り決して爆発はせんよ。現場をお見せしたいところだが、
大丈夫かな。爆破エリア全体で民間の信号を発言すべてがフラグに聞こえる。干渉による誤爆を防ぐためにはやむを得。今もなお通信が可能なのは我々専用の周波数帯を使う設備のみだ。爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の辛抱遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうとも。我々ビジョンが目指すのは新エリート全ての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンは競争入札によりこの度の旧地下鉄関連工事の請負を勝ち取りました。なるほど、ね、ビジョンはより短時間、なんだこのクマたちは、低コストでの完成を約束し、怒ってるのかわいいわ。下馬評で勝っていた白木重工に大差をつけて落札したのです。はいはい。我々の特派員も白木重工の関係者に連絡を試みましたが、残念ながらお話を伺うことはできませんでした。パールマさん、今回業界の新星である白木重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか。ああ、白木重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。彼らもきっと次回は良い結果を出せるだろう。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや私がもらったカンペにそんな質問はめたいわ。パールマンさん、これは生中継です。パールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて決して不正なコスト削減を行っていないということです。生放送、わお。今回の爆破解体にはパールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。そうとも。これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。てか普通に知ると、まあ確かにさ、 80% のね、なんか都市になんかアクセスできる的な感じに言ってたけどさ、知ると街道カメラチェックしてんだね。推測、トイレを借りたい、レンタルしたビデオの期限が迫っている、本店に対し悪さを企んでいる。あー、どれか。お客さんが来ただけだろ、僕がだよ。何を変な言い方したって。2個とかな気がするね。ニコが、大変よ、また面倒ことに巻き込まれた、一生の願いよって、また一生の願い使うんじゃない。ありそう。ニコとかが入ってきて、誰だ。お、名前わかんねえけど、なんかガチャのやつで見て、あ、かわいいって言ってた猫耳のやつだ。名前なんだっけ。え、だ、うわ、鼻が。このだるまみたいなおっさんを信じちゃダメだ。こいつは嘘をついてる。嘘をついてる。はい。店内、まあ、あんたたちドアを開けるならちゃんとニャーって声をかけて。すっ転んじゃったぞ。今からニャーって言っても遅いよね。六分飛ばしちゃったわ。まあ、ようこそってことね。はい。お客さんはどんなビデオを探してるの。絶対ビデオ探しに来たわけじゃないよね。新しいのだと面倒ごと持ってこられたよ。7710と彼の猫が入荷してるよ。7710と彼の猫、なんだそれ。ちょっと気になるな。それってどんな映画、面白いのって違う。わー、いいよね。ちょっと今自分がちょっといるから邪魔かもしんないけどさ、一瞬消すよ。この猫のこのニャーのこのポーズ、マジいいよね。あんたたちはパイトーン。なんか原神のさ、キララもさ、そういうその猫のティッポーズみたいなあれやるじゃん。あれがマジでいいんだよな。好きなんだよ、ああいうの。パイトーンってこと分かってんだで。お客さん、何かの間違いじゃないですか。もうなんか情報つつ抜けじゃね、パイトーン。我々は見ての通り、至って普通のマニコとかはまあ今まであったりとかね、
してたっていう感じがあったから、まあ知ってて当然かなと思うけど、もう初対面なはずなのになんか知ってるって。待って、警戒しなくていい。私は猫また。猫また。ニコに言われてあんたたちを探しに来た。妖怪の名前。あ、ニコの知り合いね。じゃ知ってて当然か。その方が誰か分かりかねます。店を間違われたのではないですか。シラを切ってちょっと様子見る感じかな。ジャトヤのニコだって。何でもやのジャトヤの社長。ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか。このボンプは確かにニコがいつも持ってるやつだ。本当にニコが君にここへ来るよう頼んだの。彼女たちは今どこにいるんだ。知り合いって感じか。他のメンバーだったりするのかな。例えばさっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。何やってんだ。あのおっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。いっとそばから面倒ごとに巻き込まれてる。確かに、テレビ見てゆっくりしようってニュース見てたら、だいたい面倒ごとが巻き込まれるっていうのがもう決まっちゃったね。もうこれで、いったそばから面倒ごとに巻き込まれてるよ。早すぎない。もうダメだ。ゆっくりしようと思ってテレビ見るとダメってことが分かったから、本当にもう、まあ、次よしテレビでも見てゆっくりするかって言ったら絶対巻き込まれるっていう。わあ。よりにもよってこんな時に。ビジョンの工事現場で一体何をしてたんだ。探し物だ。依頼したのは私。それに関ヶ組が。また関ヶ組かい。もみくちゃになって。毎回出るね。とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。落ち着いてゆっくり話して。今の説明だとデパートの初売りにしか聞こえないよ。デパートの初売りだったぎゅうぎゅうかもしんないね。うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ。あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。残念だけど、ポンプ内部の視覚データをエクスポートするには所有者であるニコ自身がやるか、あーメーカーのマルセルグループに問い合わせるしかない。ここら辺ちゃんとしてんだ。ピー、なんか変な音が聞こえたような。フェリーなら何か方向知ってるかも。知ってるだろうな。都市になんだっけ、都市にアクセスできるって言ってたからさ、ポンプも例外じゃなかったりするね。フェアリーなら何か方法を知ってるかも。アクセスしましたってもう事故だったりして。何か言ったか。ファーリー？ファーリーじゃない、フェアリー。あ、いや、なんでもない。フェアリー、ボンプの内部にあるデータを強制的に取り出す方法はない。確認。指示の内容ですが、ボンプ内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？新しくインストールした PC アシスタントだよ。気にしないで。それでフェアリー、まあ、まだフェアリーについては伏せといた方がいいかもしれないわね。ボンプ内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった。もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。やだな、ちょっとやだな。それはなんだこのフェアリーのこの性格、何なんだ。あ、僕がバカだった。もっと早くフェアリーをシャットダウンするべきだった。ちょっと似てるけどちょっと違う。はい、はい、見ると戦闘に入るって今確保して書いてあると。フェアリー、あとはよろしくね。ボンプと接続中、視覚データを取得します。あはは、くるくるなってる。取得完了、再生します。お、画面に出たね。おう、どれどれ。また追いかけっこしてるわ。うん、ニコと出会った日のだ。出会った日の、はいはい。おお、キャプター気になったぜ。猫の落とし物、これで一緒ってことかな。あは、なんかやってるわ。ニコのこのポーズいいよね。と、止まれ。シルバーヘッドの兄貴、今形を取ってやるからな。
動くな。これ赤化組かもしかして。はいはい、私は動かないわよ。二人とも落ち着きなさい。私はってことだから、はい、多分まあ他の二人がいるんだろうね。赤化組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボスがああなったのはエーテル侵食のせいよ。私たちジャトヤのせいじゃないわ。だから何だってんだ。だからこれ以上間違ったことに命を懸けるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげるから、私たちは今日会わなかったことにするの。どう？中身を確認するのが先だ。それはこっちでやる。そいつはどうやって開けるんだ。左に4、右に7、カチって音が開いた証拠よ。爆弾とか入ってんじゃねえの。入ってた、やっぱり入ってた。わあ悪い顔してるわ。ストリートをうろつく時の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体罠である。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年早いわ。じゃあ私なら。おお、これで猫待った。ストリートをうろつく時の心得その2、安易に背中を見せてはならない。メンバーじゃない感じか。さっきの爆発音は力だ。やばい、人がいめってきた。ついてこい。この髪型ってなんて名前なんだろう、わかんねえな。使えねえ野郎が2人やられた。使えねえ野郎言われてる。遠くには行ってないはずだ。今すぐ追え。もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの？あんた赤化組？その逆、私はあんたと同じ赤化組の被害者、猫宮マナ。猫宮マナって呼んでくれてるぞ。はいはい、それで猫マナって。依頼を出したくって。かわいいな。この字幕消してスクショ撮りたい。でもその前にまずはここを離れよう。数分後、エノスク。もうベリー。リコの親分、いつになったら戻ってくんだ。まさか赤化組の連中に捕まったんじゃ。ニコならきっと臨機応変に対応できるけど、楽観視できない状況なのも事実。私たち最近赤化組に目をつけられているから。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。お、固まる。固まんだ。スギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないでオーハニーを見てたんでしょ。ミコ、親分無事だったのか。今ホローの方から出てきたように見えたが。猫股って呼んで、新しい依頼人だ。ふぅ、さすがニコの親分。こんな状況でも依頼を引き受けるとは尊敬するぜ。あなたが自分からニコに頼んだの？警戒しなくてもいいわ、アンビー。猫股が私をフォローから連れ出してくれなかったら、今頃まだ赤化組の縄張りに閉じ込められてたわ。そうそう、警戒しなくていいぞ。私もあんたたちと同じ立場だ。私には赤化組から取り返さなきゃいけないものが。取り返さないといけないもの、なんだろう。数年前、赤化組のボス、はいはい、シルバーヘッド、ミゲル。ああ、なんかモンスター化したやつね。片身を奪われたの。片身、なんだろう。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど。鈴しか思いつかないわ。ずっと手を出せる機会がなかったんだ。つまりあんたの家族の片身を取り戻してほしいってことね。片身ね。ちょっと厄介ね。確かに今赤化組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ。私たち、シルバーヘッドが死んだことで連中に因縁をつけられてるの。まあ輪を持って赤化組って何ぐらいんだろうね。だからしばらくは
あの形見、すっごく価値のあるものなんだけどな。お金で釣ってるよ。30% を報酬にしてあげる。 30% 報酬。場合によっては 70% にしたっていい。めっちゃ上がるやん。価値があるですって。詳しく。食いついたわ。ミコ、一言いい。この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。そう、アンビーは結構慎重な感じだもんね。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう。でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人の裏があるって相場が決まってるの。アンビー、そういえば前も映画の話だったな。被害者のリストを見たの、エンドロールってやつ。あれ好きやわ、あのコントみてえな。あれビーとアンビー の絡みがほんと好き。まだ見てたよ、ああいう系。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ、結構よ。それと間違えないで。触っていいんだな、その耳を。体の中にモンスターがいるかどうかではなく、私の信頼を勝ち取れるかどうかよ。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。また向こうの路地から足音が。足音見つけたぞ。あー、行った。里山へぶっ殺してやる。お前は。ガー。はあ、危なかった。まさか関ヶ組のやつが近くまで来てたなんて。ひどいんだね。もし大声を出されてたらまずいことになってた。おお、子猫ちゃん、あるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんて、なかなかの腕前だぞ。えへん、関ヶ組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだから。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしら、アンビー。これで猫股の誠意とやらは確かめられた。手際がいいし、力加減もぴったり。でも相手の反応が引っかかるわ。まるで彼女のことを最初から知ってたみたいだった。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すためにあいつらとは何度もやり合ったんだ。顔くらい覚えられてても仕方ないじゃん。形見奪われたのは多分本当なんだろうけど、まあ何かありそうっていうのは確かに思う。でもそのただまあ可愛いからいいんじゃねえかなって。奴らの拠点を全て割り出せたぞ。もう可愛ければ何でもいいやみたいな感じになってるわ。やばい。私の調査によると関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて。慎重だな。一つにまとめてなくてわざわざ分けておいて。私の家族の形見があるはずだ。それに偶然3カ所とも最近多発してるフォロー災害に巻き込まれてるんだ。なるほど。関ヶ組は人手不足でまだ。だからフォローの中に探しに行くって感じなのか。うむ、確かに絶好のチャンスね。じゃあその3カ所がちょうど爆破地点の範囲に入ってるわけだ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘もこなせるみたいだから、当分私たちと行動してちょうだい。いい？わかった。私も一刻も早く家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからフォローの近くで落ち合いましょう。その後、某強制フォローの外の待ち合わせ場所。猫股から連絡が来たわ。もうすぐ着くみたい。ミコ、本当に大丈夫？彼女の戦い方、なんだか見覚えがあった。見覚えがある。裏の世界で生きてきた人間にしか暗殺技術的な感じなのかな。でも決めるのはニコだから。じゃあなんかバレずにニコの裏取ったりかとかさ、そのナイフみたいな2本持ってたしさ、アンビ暗殺やってたみたいなありそうだ。私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限り、あの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、そっちも懲らしめ時ってわけ。私たちには使命があることを忘れないで。パエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き止めるの。たとえ猫股と関ヶ組が分けありだったとしても、
あの子は関ヶ組の拠点を把握してる。金庫の情報を得る絶好のチャンス。元関ヶ組のメンバーで抜けたみたいなあげそうよね。その上で悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない。何でも考えられるわ。ニコの親分、そんな先の言葉で考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。って私、面白いとこを見逃しちゃった。 いえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょうって言ってたとこよ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の拠点に案内するから私についてきて。さあ、戦いだ。ニコだ。ホロに入ったぞ。みんな気をつけろよ。大丈夫、この辺はよく知ってるから。私についてきて。ネゴマタ使える。赤座組の拠点はもうすぐだ。あとエーテリアスを何体か倒せばすぐに行くぞ。やばそうかな。オッケー、はい、危ない。強いね、ネゴマタ。まだいい。楽しいね、ブギー。やっぱ自由の。ナイフに踏まわすのがいいけど、ブギーのこの自由の楽しいわ。やっと厄介なエリアを突破できた。オッケー、終わり。楽しい、本当にマジで。これは何回いる。もう数時間は経つってのに。なんだその被り物は。来ねえのか。なんかめっちゃ割れやすそうな被り物。これ以上待っても来なかったらバックルでやる。大地、組に残されたブツなんざたかが知れてる。はした金にもならねえよ。あんなもんのために化け物になる必要なんてね。たとえエーテリアスがしなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。フォローから助け出されたところでどの道死ぬんだ。もう数分だけ待ってみようぜ。た、モスがいなくなってからうちの組はめちゃくちゃだ。昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も兄弟が組を抜けたことになる。組を抜けた。やっぱ猫股は元関ヶ組だったんじゃねえの。まさかとは思うが、残った間抜けはありそうだよね。普通に抜けたって話が今出るってこと。さあな、うちの組は一体いつからこんなふぬけになっちまったんだ。カンバス通りでのし上がり始めた頃はみんなでっけえ志があったのによ。それがどうだ、今や抜け殻同然じゃねえか。聞くところによると、俺たちが旗揚げしたあの場所も爆破エリアに含まれてるらしい。じけ、コッパみじんになるとさ。近くの物影。猫また。猫またってば。うん、どうかした。あんたのこと、もう5回は呼んだのよ。関ヶ組のしょうもない昔話がそんなに気になるわけ。家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶん熱心に聞いてた。もしかして何か特別な理由でもあるの。ちゃんちゃらおかしな質問だ。私は子猫ちゃんなんだから、いろんなものに気を取られてなんぼでしょ。アンビー、自分で子猫言うのか。なんだか私のことを意識しすぎてない。それはさておき、ミコの親分も聞いてたけどよ、あん中に家族の形見が残ってる可能性はあるか。もちろんあるぞ。あんな世間知らずの小魚ちゃんたちに真のお宝の何たるかが分かるはずもないし。よし、そうときたら金目のじゃなくて心の声が漏れてる。ニコ、依頼人のものがあそこにないか念入りに探すわよ。OK、探すか。ほらほら、受け取り役とやらが来る前に門番たちをパパッとやっちゃいましょう。ボコボコだ。初の人との戦闘になる感じかな。
や、何者だ。人との戦闘だ。イエーイ。ここにキャノンさん、盗んだ宝を返してもらおうぜ。ここや。余計なこと言ってないで戦いなさい。オッケー。警告、脅威ユニット、フォロー嵐、札付き殴り屋を発見。対象は格闘術を駆使した表面突破を得意とします。長期戦を回避し速やかに決着をつけてください。うん、あんたは毛糸で遊んでて。さてこいつ、オッキー硬すぎんだろこいつ。全然いじられん。いや、振り待ちからやった方がいいか。これ振り待ちがうざいな。十倍返しよ。このスピーコって終わった。うちの分折り巻きうざい。受けてみなさい。オッケー。あ、こいつなんか固まってる。今だ、ここや。聖なる星の光を浴びる。そんなにしないか。たっぷり遊んであげる。よし、調べてみよう。どこだ。邪魔。ボンバンだけを倒した後、一行は捜索を始めた。どれどれ、この箱は。懐中電灯、古い雑誌、ボロい灰皿。くっそ、なんで靴下なんて入ってんのよ。靴下入ってんの。気持ち悪い。関賀組のやつら、なんてもの。なんかただの倉庫って感じだね。なんか展示品とか置いてるって感じじゃなくて。何か見つけた。もしかして猫又の家族の形見。大いにありえるぞ。子猫ちゃんの探してる形見がこのキラキラ輝くここ10年で最高最強のスターライトナイト限定バッジなら絶対違う気がするな。で、開いた。殴られてやんの。これは猫又の代理よ。さっさとその手に持ってるガラクタを戻しなさい。それにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。分厚いセーターなんて着たらビリーが痛みを感じられなくなっちゃう。それもそうね。やっぱり着なくていいわ。ここはアンビーに感謝するところか。猫又、そっちはどう。何か良さげな手がかりはあった。あったあった。どれどれ。物色してる。全然関係ないもの物色してる。入ってるのかな。それ私の。すられたのかよ。あなたが取ったの。むすっとして嫌そうに探してたのは誰だったやら。あれ、おかしいぞ。なんであんたの財布にニコの写真が。それは3人で撮ったのよ。撮った写真入れてんのか。いいね、仲いいじゃん。いいよね、撮った写真を財布に入れたりとか。もう刀を下ろして。アンビー、猫又も財布をアンビーに返しなさい。ねえ猫又、この拠点はまんべんなく探してみたけど、このまま価値のありそうなものを片っ端からあんたに見てもらってたら拉致が開かないと思わない。時間はかかりそうよね。そもそもあんたの家族の形見って一体何なのよ。詳細聞いてないよね。どういう形のどういうものなのか。どういうわけか。今の今まで聞くのを忘れてた。一番大事なやつ。うん、他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど、じゃあどやはな。なんだ、ダメなのか。ちょっとどういう意味。その言葉聞き捨てならないわ。この前口コミブログでジャトヤの評判をよく調べたんだけど、あんたたち苦情を言いたいランキングトップ3に入ってたぞ。入っちゃってのか。うわー。何やらかしたんだニコ。お前トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージ、なんなら持ち逃げされたみたいな内容だった。ほら見て、ご丁寧に写真までついてるのがたくさん。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。私はジャトヤの実力を信じて、それにあんたたちは私の恩人でもあるんだから。お？というと？口コミブログで見たんだ。シルバーヘッドをフォローにおびき寄せて撃退したのはあんたたちだって。別におびき寄せてはないよね。
なんかね、あの窓からなんかミサイル的なのぶっ込まれて、そのまま一瞬ホローに落ちただけだもん。え、ホローに呼び寄せて撃退って、俺たちそんなすげえことやってたっけな。そうよ、私たちにかかればシルバーヘッドみたいなつわものだってイチコロなんだから、片身一つ探すくらいどうってことないわ。安心して私たちに任せなさい。あんたは私たちの大事な顧客よ。依頼が終わったらビリーが盛大におごる。ビリーがおごるんだ、ニコは怒らないね。よっしゃー、親分のおごり。って待った、なんで俺のおごりに。おお、こないだみんなをスターライトナイトのテーマレストランに連れてってくれるって言ってたわよね。あれはどこの誰だったかしら。出費が、頑張れ。わかったよ。だがこれだけは約束してくれ、今回こそ一緒に店の前で記念撮影だからな。当然4人でスターライトキックのポーズだ。誘ってくれるのは嬉しいけど、ご飯さ、ご飯は怒ってもらうがためにポーズするのはさすがに嫌か。なんでだよ。確か猫のシリオンは信頼する人としか一緒に食事をしないって聞いたことがある。さっきは恩人って言ってた気もするが、悪かったよ子猫ちゃん、まだ距離感がつかめてなくてな。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がないってだけ。そう、まあ無理にとは言わないけど。そんなことはいいのよ。今は猫又の家族の片身を探すのが先、早く次の拠点に向かいましょう。猫又、道案内よろしくね。OK、じゃあ行きますかって感じね。はいはいはい。これがどうなって猫又だけ自分たちのところに来たのかっていうのが気になるけど、はい、まだ進みますと。わあ、こんな狭いところにモンスターが。完全交代だ。配信でも助けがいる。おお、楽しい。はい、ここね。よし。オッケー、行きたい、残り行きたい。さあ、降りた。危ない、危ない、危ない。いいね、猫又のこのコンボがいい。爪を研ぎに来たぞ。おお。爆発かっこいいね。ここは本当に赤学組の拠点か？拠点かどうか微妙なところか。道を間違えたんじゃねえよな。一っ子一人いねえぞ。見て、地面に何か焼け焦げたものがある。本みたいに見えるけど違うわ。これは帳簿ね。帳簿。帳簿？それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちっとも俺に見せてくれないし。取引とか。いろんなの書いてあるはずだもんね。そんなもんまで処分しなきゃならなかったのか。関ヶ組は今や抜け殻同然。残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいならこういうのを処理しておくのは賢明ね。とにかく猫又の形見はなさそうね。私の形見じゃない、家族の形見。なぜと意地悪言ってるのか。猫又まだ生きてるよ。二人ともそれくらいにして、じゃあ次でラストか。だってこういう探し物をいくつかの拠点でやるってなった場合大抵ラストなんだよな。さっきの門番たちも言ってたけど、関ヶ組はカンバス通りで旗揚げしたんだ。最後の拠点はその近く、デッドエンドホローの中。デッドエンドホローの中。私についてきて。ちょっとタンマ、デッドエンドホローですって知ってるのかニコロ親分。もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは地下鉄改修プロジェクトのために爆薬を爆破エリアに運んでる。言ってたね。それがデッドエンドホローを経由してるのよ。はあ、思い出したぜ。確かそこに妖警戒エーテリアスがたむろしてるとかで
ビジョンはうまいこと爆薬を運べてねえんだろ。ええ、その通り。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅して、デッドエンドブッチャー、爆破エリアへの安全なルートを確保する。それがビジョンの目算だったわ。でも予想以上にそいつが強かったから、仕方なくホロー経由で爆薬を運ぶことにしたみたい。猫また要警戒のエーテリアスがいるホローに行くなんて聞いてないわよ。依頼についてもう一度話し合う必要があるわ。もちろん手付金は返さないけどね。にゃ、そうなの？持ち前の知恵と勇気で関ヶ組を壊滅に追い込んだあの仁義を重んじる邪刀屋なら、たとえ虎の穴、いや竜の巣でもきっと臆せず立ち向かってくれると思ってたのに。いや、関ヶ組を壊滅に追い込んだなんて、そんな。けどそんな邪刀屋もデッドエンドブッチャーの悪名の前にはこのざまか。わざとっぽいな。他を当たってみるしかないな。でも大丈夫、私の家族の形見はすっごく価値があるから、いくらふっかけられたって余裕で払えるぞ。早速口コミブログのオフライン版を開いて高順で並べ替えをポチッと。待ちなさいよ。別に依頼を途中で投げるなんて一言も言ってないでしょ。私が言いたいのはね、ハイリスクな仕事ならもっと専門的な行動プランとか、より優れた装備とか一通りの支援設備とか、とにかくもういろいろと必要で。ああ、追加料金が欲しいってこと？それまだ倍出せるんだ。依頼料の2割、いや、3割増しでどうだ？オッケー、取引成立よ。ニコの親分、そんな軽いなんて大丈夫かよ。報酬さえ払ってくれれば何でもありやね。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あのエーテリアスと決闘しに行くわけじゃないのよ。あんなやつ避けちゃえばいいんだわ。何がデッドエンドハローよ、クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。それじゃあ私の家族の形見は任せたにゃ。なるほどね、こんな感じになってたんだ。何がデッドエンドハローよ、クライアントがご所望なのよ。なるほど、令和に至るって感じね。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。猫をかぶってる自分を見るのがこんなに恥ずかしい。猫かぶってたんだやっぱり。あのニャってわざとだったの？いやいや、猫のシリオンはみんなこんな感じだ。ニャー。わざとくさく聞こえてくるな、そう言われると。状況は大体わかったよ。あんたは今日ニコたちと関ヶ組の拠点を探しにデッドエンドホローに向かったんだね。そう、それからもいろいろあって、とにかくニコたちは今爆破エリアにいる。マスター、ただいまニュースチャンネルにて今回の依頼に関連しているとみられる情報が放送されています。 お見逃しなく。見た方がいい。そうです、生中継でお送りいたします。まもなくビジョンの最後の輸送列車が出発し、デッドエンドホローへと入ります。情報によるとこの無人列車は自動運転モードで走行し、爆破解体に使う最後の爆薬を目的地まで輸送するとのことです。列車が到着し次第、現場の監視拠点に控えているパールマンさん自ら指示を出し、爆破解体が実施される予定です。制限時間みたいな感じになってんだ。時間までに任務を終わらせて出ないと自分ものとも爆破されるって感じ。パールマンさんは爆破解体の準備が整ったことを確認してから技術スタッフと共に現場から撤収、市街地の本部に戻るようです。まずい、最後の列車がもう発車しちゃう。視覚記録の続きを見てる時間はないぞ。なんとかして爆発を阻止しないと、ニコが埋め立て地の灰になっちゃう。どうやって？みんなの前で列車を止めちゃったりなんかしたら、その場で治安局に捕まるのがオチだよ。事態を通報するのが一番だけど、ニコたちがホローフェアリーに電車自動運転なんだったら、ハッキングしてもらって止めるとかできそうや。提案、いっそホローの中で列車を止めるのはいかがでしょう。同じような提案出された。そっか、外から直接ホローの中の様子は探知できないんだから捕まる心配もないぞ。うん、
今からデッドエンドホローに潜入して列車が必ず通る道を阻むことができれば確かに理論上は可能だ。フェアリー、列車の位置をリアルタイムで把握できる？可能。目標車両までの安全なことを計算しています。優秀こいつマジで。何でもできるやん。オッケー。こういうの一気に欲しいね。一回に一台こういうの欲しい。デッドエンドホローの中で列車を止める方法を探そう。にゃ。はい。終電爆裂。名前が。はい。デッドエンドフォロー、生命保険に入ること推奨されちゃったよ。やばそう。チャレンジモード、お試しモード、あーなるほど。じゃあ使おうよ。そういうのエージェント変更できません。あーなるほど。じゃあこれでいくか。猫股で、まあ大丈夫っしょ。どうせなら猫また使おうぜ。もしもし、リンも猫またも聞こえてる？おお、すごい。直接フォローの中と通信できるプロ棋士なんて初めてだぞ。道理でニコが新エリート最強のプロ棋士っていうわけだ。褒めてくれてありがとう。今から列車を止めるための計画を始めるよ。行動する前にまずは要点をおさらいしよう。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから、線路に障害物を置けば強制的に進路をトンネルの方に変えられる。なるほどね。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私はその隙にボンプを列車の上に投げる。で、なるほど、列車を故障させると。それから列車を故障させるんだよね。ああ、リンは列車のメンテナンスハッチから内部に潜入して、なるほど、運転室で列車を止めるんだ。それとミッションインポッシブルみたい。デッドエンドブッチャーの具体的な位置は不明のままだ。ワクワクするね。くれぐれも慎重に行動する。呼び込んでなんかやるみたいな感じなのは。了解。さて行動開始だ。グッドラック。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りください。オッケー。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。お？フォローエリアの活性が変化した。あ、やばい。みんな気をつけて。急げ。この異変で列車が遅れてくれると。待った。この振動。やけに近くないかい？例のさっき言ったやべえやつがいるとかじゃないよね。警告、極めて危険な個体を検出。やべえ、来てる来てる。直ちに回避してください。はいはいはい。うわ、 ビリーが言ってた化け物だ。やば。要警戒エーテリアス、すさまじい迫力だ。おわ、下にいそうやな。制御室付近に到達しました。線路の制御を掌握しました。お望みの方向に進路を変えることが可能になった。列車はマークされた地点から本エリアに進入します、はいはい、エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、はい、その隙に乗車することをおすすめします。なるほどね。わかった、早速始めよう。ヒント、おもしでスイッチを押さえることが可能です。ん、あの音、また来た。またデッドエンドブッチャーか。来すぎだって。声違う、列車が来ているんだ。列車か。早くしないと間に合わなくなっちゃう。あ、そういうことか。
岩はそこに置いといてくれたらいい。マスター、計画通りに列車を阻止する、はいはい、マスターは小柄で依頼人は名前に猫が。ギミックやってる最中になんか潜っちゃったよ。ん？この電車は一体。プロ騎士、私たち道を間違えてない？猫又、君たちの進路は間違ってないよ。見たところ、この車両は外敵の力で破壊されている、はいはい、大方エーテリアスが投げたんだ。投げたの電車を。相当でけんだな、あいつ。まあ、確かに4マスだったもんな、あいつ。恐ろしいバカ力だ。次の目的地は車両の向こう側だ。なんとかして行けそうか。私だけならギリギリ下をくぐって行けるかもしれないけど、ボンプを連れて行くのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけだから、回り込むこともできないぞ。お、なんだ。今誰か喋った？誰かいる。まさか電車が。電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだけでいいからそこをどいてくれない？猫またったら。向こうに誰かいるんでしょ？避難できてない子がいるんだよ。緊張をほぐしたいのはわかるけど、向こう側のお嬢さんをあまり怖がらせないようね。皆様はホロー調査協会の調査員様ですか？自分から。なんだろう、まあそうね、相手のことも相手の名前を聞く前にまずは自分から名乗るのが業界のルールだよ。誰かわかんないしね。そうなんですか。ごめんなさい、そのようなルールを存じ上げておりませんでした。私はカリン。カリン。家事代行会社の従業員です。家事代行会社。星座は双子座、血液型は RH-。 好きなことめちゃめちゃ教えてくれるやん。市民ナンバーは。血液型まで教えてくれるのか。市民ナンバーも。いやばいやばい、めっちゃ教えてくれる。ついさっき危険なエーテリアスを避けて通ろうとしましたら、同行していた皆さんとはぐれてしまったんです。はぐれた。私はキャロットデータを所持していなくて、調査員のお二人ならきっとホローから脱出するルートをご存知ですよね。どうか私も連れて行っていただけませんか？ホローで道に迷った一般人か。それにしても家事代行業者がなんでホローの中にいるんだ。どうする？あの子を助けてあげる？どうする？あの子を助けてあげる？助けたくとも、それは向こう側に行けたらの話だからな。それが無理なら今すぐ引き返して他のルートを行くべきだ。さもないと計画の時間に間に合わない。勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私がお二人を車両のこちら側までお招きできれば、そのまま調査員様についていけるの？できる？そんなこと。いや、私たちがそっち側に行く方法があるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに済みますので。下から来るのか？ん？お？何だろう？嫌な音だ。めっちゃキーって言ってるけど。うおぉ、怖っ、怖っ。大丈夫？おぉ、怖い、めっちゃ気に沈むやん。あ、この子か。この子、あれ、配布されたやつだ。初めまして、調査員様。あ、カリン。カリンが、その名前だって、ごめん、名前を覚えてなかった。名前を覚えてなかった。確かになんか、メイドみたいな服装してたわ、確かに。先ほどからお話しさせていただいてたのは、
こちらのボンプ様だったのですか。ああ、すみません、ボンプ様のご身分を疑っているわけではなくて。わー、こんなかわいらしい見た目してんのに電車切り刻みながら出てくるってちょっと結構えぐいことしてんな。本当にただの家事代行会社。すみません、その弊社は幅広い分野でビジネスを展開していまして、中にはフォロー関連の業務もあるんです。おう、そうだ、調査員様は先を追いすぎなんですよね。きっと道中お役に立ちますので、どうか私をフォローから連れ出してください。だからあれなのか、メンバーところ空いてたのか、2人分。じゃあもう一人誰かいる可能性あるってこと。あんたたちはどう思う。この子が電車を壊してくれたからもう迂回する必要もないよね。あんまりいろいろ詮索しないなら全然いいよ。ああ、僕も妹の意見に賛成だ。彼女を出口に連れて行くのは構わないけど、一応見ず知らずの人だからね。お互い隠したい事情もあるだろう。カリンちゃん、私たちについてきてもいいぞ。その代わり余計なおしゃべりはなし。それでいい？はい。よし、それじゃあ先を行こう。オッケー、仲間が増えた。おお、まともに使ってなかったかな。配布はされただけで。さあ使ってみよう。ガリンちゃん、戦闘の方もよろしく。ああ、そうか、こんな攻撃あったね。ガリンちゃん、一回使っただけだったか。余計なおしゃべりはなしって言ったけど。長押しでなんかこうエグい攻撃して。一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。ただいま。オッケー、ボール。さあ、オッケー。おお、出てきたね。また時間だ。こっちじゃない。おお、ボコボコ。楽しい。オッケー、強いな、強いわ。はい、カリン、岩をどかしたいんだ。手伝ってくれるかい。これでスイッチを押さえたいんだ。こちらの大きなお方でしょうか。わかりました。ドアの情報を解析し、残念ながら。あ、なるほど。よいしょ。え、一人で持ち上げちゃった。どうやる。あ、こうか。なんか妙じゃないか。 OK、 どうすればいい。あ、こうか。OK、 これで。マスター、線路のルートを再構築しました。なるほどね、こういう順番合ってたんだ。ついでにカリンを出口に連れて行こう。オッケー、出口に連れて行く。こいつ倒さないといけない感じだが、じゃあここしで。まあ例のやべえやつじゃないから大丈夫でしょう。
激痛な。あ、カリンバラ使ってみよう。強すぎる。強すぎんか、カリン。やっぱ。みんなカリンちゃんみたいにすごいの？私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドよりちょっと想像できないぞ。ゴロがやべえ。チェーンソーメイド、お待ちください。ゴロが物騒好きです。うわ、でっけえの来た。終わり。ちょっと強かったねこいつ。でもやっぱり強い方が結構やりごたえあって楽しいわ本当に。ここら辺取って、これなんだ。ああ、はいはいはい。出ますか。注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。旅のお供、家事代行会社の従業員カリンの依頼を達成可能。ん？パイトン、何か言ったか？うんうん、お客さんの目的地に着いたよって。あ、本当ですか？出口が見つかったんですね。よかった。あの、本当にありがとうございました。調査員様のお力がなければ、カリンはきっとこのフォローを永遠にさまよっていました。それはお互い様だぞ。カリンちゃんのチェーンソーのおかげで時間をずっと短縮できたんだから。家事代行業者が持ってるにしちゃちょっとやべえもん持ちすぎてる。そのボンプのフォロー調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか？やばいな、従業員身分隠してるから一応。気にしないで、フォローでは持ちつ持たれつでしょ。機会があったらまた会おう。元気でね、カリン。それと長く泣かしとこ。バイバイカリンちゃん。オッケー。カリンがキムカーリーだつ。はい、あとは列車の到着を待つのみだ。待つ待つ。まだかな。お、来てる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 。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員警戒態勢。今だ、レッツラゴー。さあやりますよ。デッドエンドホロー、トワルトンネルの中。マスター、まもなく列車が予定地点を通過します。依頼人ともども行動できるよう準備してください。プロ騎士、今だ。ヒューン、音が気をつけてくださいマスター。お尻を列車のルーフにしたたかに打ちましたこの体思ってたより不便だな。手が短すぎ。落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛していましたいわく小さくてとても可愛い。普段は可愛くなくて悪かったわね。この列車のメンテナンスハッチは液体のような猫股でさえ通れないほど小さいですが、今や
熟練の忍者がスイカを割るくらい簡単なはずです。あなた様は世界の王ですから。さて王よ、運転室に王になっちゃった。体感式を終えてください。呼び合いなが。はいはい、緊急停止ボタンを押せば任務は完了っと。ジョークも言えるのかこの。ちっ、めんどくせえな。任務とはいえこんな格好しなきゃならんとは。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて辛いんだ。おい、列車がルートを外れてると隊長が言ってるぞ。どういうことだ。この列車に積まれてるのは爆薬だけじゃない。やば、普通に警備兵器なのもいるんだ。そんなこと言ってなかったのに。あー隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか。はっ、今すぐ処理します。せやっ。おお、入ってきた。窓ガラス割ってきた。何事だ。おお、こっちだ。ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。後でお店に行く。もしもし、聞こえるかい。一体何があったんだ。何かがおかしい。今から店に戻るからそれまで待ってて。最初言ってなかったもんね、そんなこと。バカ役だけって言ってたから。何かがおかしいとかね。無事でよかった。お帰り、リンは休んでて。僕が後でイアスの状態をチェックしておくよ。猫又から連絡は。まだ猫又から連絡は来てないの？いや、おそらくまだホローの中にいるだろう。キャロットがあると言ってたけど、彼女は出口から離れたところにいたはずだ。だけど悪い知らせばかりでもない。さっきニュースで言ってたんだけど、ビジョンは爆破解体を技術的な要因で、とりあえず延期させることには成功したと。技術的な要因ね。やっぱりビジョンには裏があったんだ。ああ、ビジョンは列車がルートを外れたことに気がついていたのに、それをメディアには公開しなかった。何よりも怪しいのは、爆薬を積んだ無人列車と言っておきながら、ね、いたもんね、ちゃんと警備兵器。実際には完全武装の兵士を何人も乗せていたことだ。治安局の身なりをしてたけど、任務とはいえこんな格好をとか靴が合わないとか言ってたし、治安局の関係者じゃないことは明らかだ。それに猫又はまだ何かを隠している気がする。戻ってきたら徹底的に問いたたさないと。だけど今だけはそのことを考えなくてもいい。彼女が戻るまで一息ついたらどうかな。ボンプとの接続は疲れるからね。はい、休憩したらどうぞってことで。とりあえず一段落ついたからね。じゃあとりあえず来て、アキブメント結構もらったかな。そこそこ。レベルが上がったと。今11か。プレイヤーアンケート、はいはい、まあ後で答えよう。いやーエレン欲しいんだけどね。あと10人気だよ。全然出ないんだよな。一回回せる。さあ外れ。はい、さあ寝室行って休むってことで。ここの寝室いいよね、結構好きよ、こういう感じのおしゃれで。LG デスクがあって、ちょっと登ってって感じで、でベッド、ふかふかなベッド。いいね。お兄ちゃんはどこで寝てんだ、そういえば。あ、ここか。部屋もう一個あるわ。お兄ちゃんの部屋ここか。入りてー。ここはトイレっぽいね、ここ。はいはいはい、これ屋上行けるんだ。これ以上上に視点を上げられない。まあ、この状態視点上げたらスカート見ちゃうからやばいわ。じゃあ休みますか。朝まで休もう。
じゃあ起きましたよと。爆破延期とか、はいはい。お、なんだ？臨時の店員、なるほどね。なんか別の依頼が。なるほど。で、今どんな感じだっけ？どこで見れたっけ？見るところがどこだったか分かんなくなっちゃったよ。敵はここだもんね。まだ慣れてないんだよな。どこで何を見るかとか。ここだったかな。作業台だっけ。あ、こっか。はいはい。どんくらいなんだろうね、これ一緒。やばいなぁ。なんかもうすでにさ、スイマが押してきてんのよ。確かに今日朝から結構やってたからさ、ちょっと、朝から用事があって出てたから、それで眠いんだろうね。ここ、あ、入れないのか。入れそうやなと思ったんだけど。背高い、この人。まあいいや、そういうのはいいよ。おぉ、めっちゃ並んでる。興奮してる少年。自由気ままな少女。苦いのが苦手なってね。来たぜ。手伝ってどんな感じなんだろうね。運ぶ、はいはい。苦いの苦手なのにコーヒー飲むね。コーヒーね。自分もコーヒーよく飲むけどさ、砂糖入れるね、めっちゃ。一応まあブラック飲めないわけでもないけど、やっぱ砂糖入れたのが好きね。砂糖入れたの好きって言ってるけど、一番好きなのはもうミルクまで行ってもうカフェオレにしたのが一番好き。もうコーヒー入れないや。朝とかね、結構飲むんだよね。ただ忙しいと朝飲めないんだよね。休日の朝飲めたら飲むぐらいな感覚なんだよな。なんかさ、そのよくスーパーとかに売ってるさ、インスタントのコーヒー、昔はあれ飲んでたんだけど、最近はずっと無印のなんかパックのやつ、あれを、あれにお湯入れてドリップタイプですね、あれがね、ずっと飲んでる。1日1回購入できる。飲むとバッテリーが回復。はいはい。バフも入ると。じゃあ入りましょう。喫茶店が開放。疲れを癒すジンズスペシャルはいかが。なるほどね。強制的に飲まされるパターンだこれ。
と。このタイプのね、なんかコーヒーまで溶いてのパターンすごいなと思うので、なんかよく分かってない自分まだに。必要なのはコーヒーではなく穏やかな心です。フォロー調査者やセンターに行けるようになりました。はい、車乗れるんだ、そういえば。何歳なんだろう、年齢わかんねえな、そういえば。はい、車乗っていくんだ。おお、こういう感じね。何個かあるわ。アンノン、アンノン多いな。教会キャリアセンター。おお、ここか、ここだね。なんか素材みたいなやつ、あの原神とかで引き用みたいな感じなんだろうね、多分。多分ここだ。なるほど、ここで解放ね。とりあえず今日 のノルマは達成したけど、まあ大体2時間か。2時間ぐらいやね、ほんと。ホローライダー。やばい、陰剣にはきついかもしれない。はい。ホローレイダー使って、はいはい、 VR テストキー、投球昇格、撃破演習、はいはい、行ってみるか、これで準備か。何かよ、あたしは高くつくわよ、賢い選択ね。試しにここでやってみよう、どういうもんなのか。激しくなるって言われたからちょっと全部入れたんだけど。今入れるだけ。はい、おお。まだまだ、何その火炎放射器。準備完了、避けて。まだまだ、火炎放射器やめて。ダイミムスゴー、まとめてやろうよ。とどめよ。あらら、ターゲット検出、ここだ。地味に硬いけど、これ楽しいな。ちょっとこう練習になっていいや、これ。こんくらい硬いとね、やりがいがあって。さあ、ダチョウ、ターゲットを排除する。ビームスゴー、まとめてやろうよ。やったぜ。楽しいね、これはこれで。よし、なるほど、1分17秒これで、はいはい、初級、はい、バッジが取れると、こんな感じなんね。なるほどなるほど。うん、悪くなかった、楽しかったわ。本格的や。はい、キャラクターコンから、あ、これでレベル上げれるようになったよってことね。これで突破できんのか。
20レベルまで上げたと。なんだこれ。はあはあはあ、あれね。はいはい、準備完了。私に命令を。 S 級ってさ、まだ素材違った。あ、でもこれいけるわ。はいはい、さあこっちも受け取って、とりあえず2個も開けとくだけ開けとこうか。万事解決。あ、ないや。何かよ。開けとこうと思ったらなかったわ。私は高くつくわよ。1024人目。キリのいい数字。なんで？偶数だからかな。はい。こっちはライダー。あ、何やってる人って聞けるな。ダメだ。何も聞けねえ。胸でっか。変なとこに目向けちゃうな。あれ、さっきお前らコーヒーショップいなかった？ひよきママの少女。見覚えがあるな。はいはい。特に入れないと。あ、こうてる木ね。はいはい。ちょっともうちょい見てみるか。これが基本素材、こっちが等級素材。あ、ここで買える感じか。なるほどね。これ2個でいるやつだったね。はいはい。なるほど。ここで選ぶ感じ。こっちが、ああ、レベル上げる用のやつとお金取るやつとって感じね。はいはい。これは、ああ、はいはい。まあ、要は武器的なあの丸い弾の突破素材ってことね。なるほどなるほど。やって分かった。あ、3番が追加された。これ成長プランとか。あー、はいはい、気候ね。はい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 、気候か。あー、ここがあれね、リアルマニー使ってやるやつね、モラのやつ。はい。マックスってどんくらいなんだろう。50か、はいはいはい。まあ、原神と一緒って感じだね。スタレは確か70ぐらいまでいけたけど、50までいける感じだ。で、出撃可能よ。これ以上上げれるのかな。あ、上げれる。これで私にいけるんじゃないかな。オッケー。なるほど、こういう感じでいけると。わあ、楽しいね。あ、一回引けるぜ。まだか、さすがに。 S まであと58回確定か。こういう風にさ、回数出してくれるからさ、分かりやすくていいね。ありがたいわ。こっち、うん、いけるね。まあ自由まで溜まってから引いた方がいいよね、こっち系は。はい。直近のスケジュールをもとに、あなたがよく訪問する場所を割り出しました。おお、駐車場。なるほどね、こういう感じで行けるわけだ。おもろいね。駐車場。ナビシステムを利用すると目的地まで素早く移動できる。メインストーリーを進めるとナビスポットを開放できる。なるほど、マップが広がるって感じね。
はい。なんだ？収納ボックス。我が家のパンドラの箱さ。へえ。おもろいな。また開いた。こっちは。こんな感じかな。 OK、 じゃあ聞いてみるか。映像アーカイブってなんだ。あー、今までの映像確認できるってこと。ありがたい。こういう系原神でもこういう系実装してほしいね。サードとかはさ、こういうのあったじゃん、ムービー最後に見れるみたいな。それはちょっとあったようななかったようなよくわかんないけどさ。新生パイトン、こんにちはマスター。こういうの見れるんだ。なるほどね。じゃあ聞きますか。情報、新しい情報あるかどうか。改ざんをもうすでに提案してるよ。はい、F2 を押すってだね。はいはい、解放したコンテンツ。ああ、解放されてる。デイリー任務。なるほど。ああ、なるほどね。ここはあれだ、下絵的な感じだ。塩の写真、ホイップ写真。立派な積み立て。ああ、ニューススタンドのスクラッチ。ああ、後でやろうぜ。はいはい、実践任務で、ああ、いけると。挑戦テールランがあるね。まだなんか解放できるのがあるんだろうか。スクラッチ行こう。寄り道しまくってるけど。スクラッチがお金がなんかもらえてるのかな、確か。スクラッチ。ニュースは読まんないと。よし、これで、あ、こっちも行けた。なんだこれ、ポンプチケット。はいはいはい。60たまんのか、これで。いいね。めっちゃ石たまんじゃん。なんかあれだね、原神よりストレス、タレよりゼレゼロって感じでさ、どん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 ガチャ石もらえる数が上がってってるね。なんか頻度が、原神もさ、そこそこさ無料でもらってたけどさ、ストレもさらになんか渡してくるじゃん。バージョンね、新しくなるとガチャ系めっちゃくれるし、ゼレゼロはなんかもうガチャ石的なやつをめちゃくちゃくれるね。もう任務でもくれるし、何でもくれるやん。我が家の日課。ああ、ここで見れると。ちゃんとここら辺見てなかったもんな。新しい情報があるかどうか聞くと。メッセージ確認。なんだ。ニャーしか読めねえよ。
他の人に代わってもらって本当に猫がいたずらでなんか誤送信したみたいな感じになってるよ。ただいまただいま。はいはい。はい、すぐ行くってことで。はい、じゃあ行きますか。お、入ってきた。ただいま。ごめん、予想以上に時間がかかっちゃった。私が持ってたキャロットだと遠い方の出口しかわからなくて、遠い方しかわかんないからわざわざ遠回りしてたね。そうだ、大変そうだね。爆破が遅れるってニュースをスマホで見たぞ。でもいずれ発射しちゃうことに変わりはないから、ニコたちはまだ安全ってわけじゃないけど、これからどうする？すぐに他の方法を探さなきゃって。猫又、焦っているのはわかるけど、ニコたちを助ける前に話すことがあるよね。うわぁ、どうしたの？なんか空気が怖いぞ。耳の毛が逆立っちゃった。猫又、これは大事な話だ。茶化さないで全部話してくれ。君とジャトヤは一体どんな面倒ごとに巻き込まれて。話してくれるかな。あれは爆薬の輸送列車だと報道されてただろう。なのになぜ治安局に偽装した奴らが乗っている。それと彼らを前にした君の反応は、とっさの出来事に驚いたという感じではなかったね。事情がありそうなのは確定なんだけどね。猫又、話してくれないと分かんない。何か事情があるならちゃんと説明して。私たちだって別に融通が効かないってわけじゃないんだよ。ガキで分かんねえんだよな。私が説明したところで本当に信じてくれる？パエトーンのサポートがまだ欲しいのなら、妹の質問に答えるんだ。隠すつもりなんてない。列車の中に人がいるなんて知らなかった。私はただ他の場所で同じ格好のやつらを見たことがあるだけ。同じ格好のやつらを見たことがある。あんたたちに言った通り、私とジャトヤはとんでもない面倒ごとに巻き込まれた。でもそれは人助けのためなんだ。人助けのため。初耳をね。確かに人助けっていうのなんか片身がどうのこうのっていう話しかなかったからさ。そんなこと今まで一度も言わなかった。片身は嘘ってこと？人助けの。だって信じられないことの連続でちゃんと説明できる自信がなかったんだ。それにこの前は列車を止めなきゃって必死でボンプの視覚記録を最後まで見られなかったし。そうだ、ニコのボンプ、あれが全てを記録してる。あの一部始終を見ればあんたたちもきっと分かってくれる。はいはいはい、なるほど、そういう感じね。はい、なるほど。またこれで戦闘入ったりとかしながらミコとかのあれが分かる感じか。どうしようかな。いや3時くらいまでやる予定でいたんだけどさ、眠すぎてやばいんだよな。確かに今日5時ぐらいから起きてずっと起きてるからさ、でもさすがに限界一旦ここで終わりにすっか。2時間ぐらいしかやってないけど、ここら辺で終わりにすっか。ここら辺で終わりにして明日続きやる感じでいくか。そうしよっか。そうしよう今からやってもなんかさらになんか重要なこと出ても分かんなそうだし、はいって感じで明日ゼロゼロ続きやる感じでいこう。名帳は今週できたらやろうぐらいの感じでいたから、もしかしたら来週に回るかもしんない。うん。てか、00って今、チャプター何本まで更新されてんだろう、今の段階で。2位ぐらいまでいってんのかな、どうなんだろう。まあ、わかんないけど。はい。って感じで、ちょっと、また前回みたいにちょっと、早いけど、眠いんで、今回ここら辺で終わりにしようと思います。はい。いや、ストーリー系でね、問題なのはね、眠いって時にね、やるとね、
全然話が入ってこないっていうことなんだよね。だから気楽に進められないっていうのがあるんだけど、はい、今回はこれで終わりにしようと思います。また明日ってか、まあ日付変わってるから今日か、また夜、まあ今日ちょっといつもより遅れた感じで始まっちゃったんだけど、まあ10時ぐらいから行けるかな、22時ぐらいから行けようっていう感じなんで、はい、そこでやると思います。まあね、実際、猫股からさらに詳しい事情がわかるってことで、まあ何があったのか、ボンプのね、録画のデータを通知がどういう風になってるのか、まあ、楽しみでいけたらなというふうに思います。それでは次の配信でお会いしましょう。ねでした。バイバイ。